東を中心に震度7の地震が発生いたしました。この地震により被災された皆様にお見舞い申し上げたために犠牲になられた皆様に哀悼の意を表します。私たちシンクザデイでは本日より被災地への物資支援を始めました。そして皆様からの支援金も募っております。概要欄に URL を貼っておきますので、皆さんぜひそちらをチェックしてください。本日も被災地にみんなで物資を運びに来たのですが、言葉に言い表せられないような状況にみんな胸を痛めながら作業しております。長期的な支援が必要となりますので、引き続き皆様からのご支援をよろしくお願いいたします。お願いします。トラック、僕そこのセンターには行ったことないんで、トラックが入れるかとか、スペースがあるかとか。いつから入られたんですか、現地？あ、もう初日から行ってますね。行ってました。はい。あ、行けるとこまでですけど。はい。盗まれてます？いや、あんまりですね。従業員さんもだいぶ行って帰ってきてって、まあ、こういう道路状況なんで。物資の調達も人経由だったから少し難しくなっちゃったかもしれなくて申し訳ないな。あ、今回ですか。頑張りました。すみませんね。いい、それもいい。頼る人もおらんくて現場いっぱいいっぱいで。そうですよね。ちょっと人員も割けなくて申し訳なかったんですけど。そんなことないです。本当にありがとうございます。いい、そんでもないです。一応一時的な怪我とかそういう船はなかったんですけど、家が上に人が傾いたり歪んだりしてますので、ガラス窓が開いたりで戸締まりがもうできない状況が出るんです。でこちらに来てる方には全部家に一回帰って人に乗ったり、それから電気をつけて、明かりをつけて来るようにということで、停電はしてないので、その対応はしているところです。で、夕方に出勤が通ってますし、それからお年寄りはもう朝から頑張りますし、そんな、そういう状況なんです。今何人ぐらいの方がいらっしゃるんですか？最初が300人ぐらいで、今は150ぐらいに減ってきてます。で、要するに若い方は仕事いかんならん、一定になってきたので、それでどんどん減って、今100でも半分ぐらいまだ来てます、はい。今物資の必要物資を伺った時に、はい、お水、はい、飲料水と、はい、あとはカップヌードルなどの非常食、はいはい、そうですね、あとはトイレットペーパー、そうですね、はい、あとはブルーシートってのもおっしゃられてました、はい、ブルーシートは今多分ああいう屋根の胸とかあそこから雨漏りするので、あれを伸ばすために今ブルーシート大量にいるの で、 そ、 で、ね、それでお願いしたんです。あと一つ気になるのが、さっきも他県のナンバーが皆さん怖がられるという話がありましたけど、ネット上でもよく回ってるんですけど、他
険ナンバーがみんなあの怪しい車になってしまって、でそれ追っかけられないんですけど、ネット上ではあのこのナンバーとこのナンバー、ナンバーもかなり指定してきてるの でうちの消防団にもお願いして1時間に1回ぐらい地域の中を回っていただく、巡回していただくっていうのを今やってます。窃盗団じゃないかっていう話がずっと来てるの で警戒してくださいってことで、なんかその情報正しいのかどうか分からないのか、そうそう正しいかどうか分からないので、皆さんも、ね、すごく困ってるんですよ。不安な状況が続いてると思うんですけれども、そうなんですよね。だからやはりこのタイミングではやっぱ個人で動かれるよりは支援団体だったりとか、ね、まあ、自衛隊とか、はい、そうなんです。そういうところにお任せして動かれる方が地元の皆様も安心だというところ、若い人たちは荷物を運んだり、お年のお世話ってならので、それからトイレの水も全部汲んできてるので、井戸水を汲み上げてるので、そっちに手が取られるんで、ね、だから警察とかね、自衛隊とかそういう方々がパトロールしてくれたら、そこへ手が取られるんでいいんですけど、今はまあ、お荷物を運びながら消防団の方は夜ずっと巡回するみたいなことをやってるんです。人命救助がやはり優先的になられると思うので、そういう意味では地元の皆さんにかかるかも。そうなんですよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日本当にありがとうございます。こちらこそです。ごめんなさい、ちょっと今。ありがとうございました。また来ますね。ありがとうございます。小学校の前だよ、これが。